手だな。私も特にありません。僕は特に生魚が苦手なんだ。猫なのに意外だな。うん、猫の時に生魚を食べてお腹を壊しちゃって、それ以来苦手なんだよね。お前はどうだ、苦手な食べ物はあるか。そうか、特にないんだな。好き嫌いがないのはいいことだ。では晩ご飯からそれぞれの苦手な食べ物は避けて作りますね。あ、当番はフェンネルさんだもんね。どんな料理なんだろう、楽しみ。君も明日の朝ごはんは僕だから期待してくれると嬉しいな。俺の料理を食べたら病みつきになるぜ。皆さん、食べ終わったのなら片付けをしてください。このままだと開店に遅れてしまいます。わっ、大変。あ、急いで片付けするぞ。間に合った。大急ぎで来たから、むしろ開店時間に余裕があるな。うん、開店は10時だけど、まだ8時前だし、急いで来ることなかったかもね。そんなことはありません。開店前にやることはたくさんあります。レジの立ち上げ、食器類のチェック、食材やドリンクのチェック、店内の清掃チェック、そして何より大事なのは販促です。お店の準備が万全でも販促活動を怠っていたら来客が見込めませんからね。その点は問題ありませんか。うん、チラシを作成して近隣の住宅への配布は済ませているのですね。他にも以前の常連客に声をかけている。そういえばホームページは作成していますか。ではどんなホームページなのか確認させてください。フェンネルさん、僕たちは開店まで何をしてればいい。